ランキング出てる。淡島釣り。こんばんは。たまん。エクサーさん100回目の方もあるかな。こんばんは。まあまあとまあ、まあまあ、まあ、また焼きギフトありがとう。まあまあとも、まあ、長宗さんファンレベル12ありがとう。まあ、初音の方今日暑かった。こんばんは。どうも。こんばんは。お昼配信の分のことは、今から行っちゃう。ドルキッサクマトコンタロウさんファンレベル15ありがとう。あ、サインなってたんだ今気づかなかった。いいだ今やだあまあまあどうもトーマンさん、なんだこれ甘いありがとう。甘いまんじゅうめんちゅうか。ヘロマンさん、レトロ喫茶クマとはお披露配信の時ありがとうございました。ありがとう、クマ。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。レトロ喫茶。ありがとうございます。レトロ喫茶クマ。まあまあだまミントタイム見たらせるのむずい。まあまあだまん。いらっしゃい、間に合わなくてごめん。いいんだよありがとうね。今夜配信来てくれて、まあまあだまん。こんばんは。こんばんは。暑い今日。こんばんは。ハナピー。ハナピー。レベル15達成。ありがとうございます。ありがとう。94333レインボースターありがとう。T さんも甘いまんじゅう。ありがとうございます。ありがとう。読めてなかった。ありがとう。こんばんは。どうも。どうも。ヤンコンと。こんばんは。どうも。1時間半する予定です。5時半まで。坂太郎さん100回目の訪問ありがとう。ありがとうございます。様の方が今年6度以上友の話を 見逃したんだ。落第です。でもないです。6回しか見逃してないって逆にすごくない。
すごいよ、めちゃくちゃ、きっと。キャカタムズ268人、松崎さん、今月もありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、どうも。あ、ズームの方もありがとう。こんばんは。こんばんは。どうも。ならわしは切腹しないで。まあまあ、まあ、ああ、たい焼きありがとうございます。たい焼きも、たい焼き、ありがとう。平星百貨寮ありがとうございます。ありがとう。まだ楽しいのだ。16達成ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。よいしょ。24万ポイントたくさんある。1キラ2キラ1ずつカウントしなくていいから。許可たまず269人。トラネコももさんありがとうございます。初めてありがとう。今月からありがとうございます。ありがとう。こんばんは、どうも。いつもの方も、遊ぶち破ると覚えた。あ、もうちょっと待ってよ。急所には載せたいな。YouTube。ちょっと待ってね。こんばんは。いいんだよ、わなくて。なんか上たもの方なんか乗せますね。 YouTube。 こんばんは、たまん。こんばんは。 YouTube あの、ガブ載せてなかったアイペのやつ。こんばんは、どうも。こんばんは、どうも。写真載せますね。夜間警備がより楽しみ。夜間警備、でも夜間警備は許可たまずは600人いたらするんで、まだ260だから。お疲れ様です。お疲れ様。画面の方にもう、どうも聞いたことのない声が聞ける。八幡のりは聞いたことない声。そんな感じだった。夜間警備は怖そう。うん。こんばんは。次の方がファン、ファン1036人が目標です。200人かして、200人 ?200 人来たら、もう400。69か。だいぶ600近く。こんばんは、どうも。おじさん怖い。おじさん。私もおじさんちょっと怖い。こんばんは、初音の方ありがとう。ダメの方も大丈夫です。自分のりもまあまあ怖かったよ。じゃあ、1103人目指す。1103人誕生日の数目指します。いける私まだ200人台なんだけど。まあ、いけるかな。いいでしょ。
ビビは怖くないよ。だから変わらないよ。さっきよりとこっちもビビなんだけど、ブチ切れてくれるからは。え、そんなに私ブチ切れてます。そんなシーンあったっけ、八番乗りは。え、記憶にないんだけど。こんばんは、たまん。楽勝いける ?1103 人よいしょ。11月にはいける ?11 月にはいける?でも毎月変わっちゃうから。毎月リセットになっちゃうから。母ちゃん電車内と支えても無理でしょ。ダメだよって説は。許す許さないの前にダメですよ。ちぎれもくれ?そんなことない。初物の方ありがとう。こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様。こんばんは。リセットやろ。やめれないんでは、私、で、どうにかなるものじゃない。ショールームに問い合わせてください。133ファンレベル14、ありがとう。ありがとうございます。こんばんは、どうも。こんばんは。こんばんは。どうも。6月。6月50日くらいなかったっけありすぎだろ、6月だけ。6月だけ多いんだよ。こんばんは、たまん。ちょっと良くない。資格を共有してくれ。資格共有。いいよ。ちょっとダメですね。ダメですよ。こんばんは、たまん。13日金曜日の月なの。どういうこと？いつもの方ありがとう。こんばんは。どうも。こんばんは。じゃあ前写真すごいね。ありがとう。なったら3日間で許可と思うと1100人、無理よ。あ、1103人、無理よ、無理無理無理。どうやって3日間で出す、厳しいよ。こんばんは、どうも。めちゃし48日、まだ出てないけど絶字一番乗り前と佐藤さんを成敗してほしかった。できないんだわ、あれ。幽霊いないと思ってる。急に何を見てほしくはないな。1月3日って何があるの？私の誕生日ですよ。忘れちゃったの？こんばんは、どうも。2度目の方ありがとう。私が13日の金曜日見たことある。映画13日の金曜日？どういうこと？見たこと？ 13日の金曜日に映画を見たこと？そこまで覚えてない。どういうこと？違う？今のイベントで11月3日？まあ、ないけど。ないけど。どうもの方ありがとう。こんばんは。うん。国民の祝日、そう、文化の日で。こんばんは、たまん。タンパンチ成敗できないよ、ゲームの中にいるの。そもそもタンパンチって何よ。13日の金曜日ってタイトル。あ、そんなのがあるの？知らない、知らなかった。ヨカタンスのお祭りの日。ヨカタンスは文化。おわーよ、言ってる。見ようかな。あ、ホラー映画なんだ、それ。なかった。まあ、有名なやつ。どうもなかった。ありがとう。入ってる息だけが友達的な。よかったよ。ビームで。パンチの次はトービーム。だからね。アイスホッケーの仮面かぶったジェイソンって怖いやつがいる。あ、そういうやつ。え、わかんない。
話も、え、これ回したっけ、したっけ、やばい、覚えてないわ。多分さ、文化、名言きた。確かに名言きちゃった。あ、まあまあ、どうも。ジェイソンの手にはチェーンソー。ジェイソン、わかんない。ちょっとベイブで成敗トヨトジさん、あの一番乗り物、はい、です。3回も話してた。私も話、1月3日のイベントの詳細配を、もうそれこそ決まってないから2度目の方、ありがとう。こんばんは。後ろ何、後ろ何もないよYouTube 早く載せますね。面かぶったクロちゃんみたいな人に追いかけ回される映画、それは怖そうだわアマプラで見れるかも。きっと見ないよ。大丈夫。ストロベリーハート、あー、食べ放題のやつ、ビュッフェ行きたかったけどな。いつかさ、ああいうビュッフェ行ってみたいんだけど、なんかさ、ホテルのさ、おしゃれなビュッフェみたいな、なんか可愛いじゃんこういうテーマがあるやつ、そういうさ、いちごとか、そういうやつ行きたい。こんばんは、どうも。うん、こんばんは。じゃあ行ってきていい？待ってて。ただいまー、ただいま。寒くなってきた。ただいまー。
ベル17達成ありがとうございます。ありがとうありがとうございます。たいけいさん100回目の方もありがとう。意味はなぜ？わからない。私に聞かれてもわからない。まあまあ。以上。ジンまであとね、あと少し。やっぱつけようかな。長さん。切ったら切ったら熱い気がするんだよね。ディス初見さんが2人もいるよ。違いますね。こんばんは、どうも。ちょうどいい質問と言えんのと確かに。むずいよね。はじめまして、初見だよ。落ち着け。いつも初見の心を忘れられます。心って。やだ、エアコンなんでだろう。エアコンはね、25か6ぐらいな。見えないけど、リモコンの操作潰れてた気がする。よいしょ。まだ開けると涼しい。いや、まだ開けないよ。エアコンつけてんだから。こんばんは、どうも。こんばんは。どうも。こんばんは。いつもの方にどうも。お。一位なったっぽい。ありがとうございます。やった一位。ありがとう。あ、やった。やった。ありがとう。ありがとうございます。1位。イェーイ。ありがとう。ミミさんファンレベル11。ありがとうございます。ありがとう。イベントお疲れ様でした。早いよ。まだ今日火曜よ。始まって2日よ。やっぱ最近の方もランキング。あ、そう、戻ってた。いつの間にか。日本勝利おめでとう。なんかやってんの試合今。今日は北海道も、北海道も暑かった？暑かったね、今日。めっちゃ暑かったっす。うん。20時半でイベ終了じゃないですよ。早いです。まだ終わんないよ、イベントは。なんかもらえるのか、このイベント？このイベントは、1位だったら、タブレットか、なんだっけ。タブレットか、リングライト付きスマホスタンド。2位だったら、マイク付きヘッドホンか、モバイルバッテリー。3位だったら、セルカボか、リングライトがもらえます。巨大ホワイトボード狙いかと。違うよ。巨大ホワイトボード狙いは、巨大じゃないだろうし、これ。ちっちゃいでしょ、どうせ。でかいの、来ないでしょ、12万ポイントで。巨大なやつ来てもさ、困るし。ホワイトボードもらうんだったらさ、12万ポイントで終わらないといけない。次なんだっけ？次18万ポイント。18万ポイントいっちゃダメだから。ホワイトボードはちょっと来ても困るよ。邪魔だよ。でかいよ。ちっちゃいのだったらいいけどさ。でかいのなんちゃった。一に困るかな。ホワイトボードち、いや、わかってるよ。わかってる。わかってるよ。そうなら当たり前よ。今朝も今朝がどうもあなたとライブにのみ表示されています。嘘。わかるよ、それ。そんなコメント出てないんだから。ホワイトボードあれば、タウンチで会議しなくていいよ。大丈夫、大丈夫。会議大丈夫。こんばんは、どうも。
初詣の方ありがとう。まあホワイトボードあるけど使わないね。その前に前ホワイトボード使ってた。もう使ってた。おかしいわ。おかしい。今20位あ20位なの。ありがとうございます。ありがとう。お疲れ様です。お疲れ様。初詣の方ありがとう。壁紙代わりのホワイトボードだと思った。壁紙代わりのホワイトボード、いいよ。ホワイトボードは大丈夫大丈夫です。ホワイトボード持ってるのは持ってるけど、もうね、机の引き出しの奥にしまっちゃってる。もう出すのも大変。奥にしまっちゃったからうん長丁場の鍵になるんで、まかなお願いします。鍵はしません。しません。ワンワンワンと？レフワン？レフワンにする？いいよ。はい、ホワイトボードは。大丈夫。こんばんは。どうも。どうも、どうも。こんばんは。ティッシュでさ、コップについたリップ拭いてたら濡れちゃった。ティッシュが。あつもの方ありがとう。こんばんは。帰ってないっしょ。ティッシュじゃあ、ホワイトボードはいいよ、大丈夫。よいしょ。夜ご飯まだ食べてないです。この、あと、配信終わったら、なんか食べようかな。あんまり時間ないからな。1時間しか来てないから。作る時間ないから。わかんない、食べるか。全部の配信終わったら食べる。言い過ぎちゃうけど。赤だおにぎりお願いします。作れません。あつもの方、二度目の方ありがとう。こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様。お昼ご飯は食べたよ。パスタ食べました。パスタ、なんかベーコンとナスが入ってるパスタ。うん、何かはあるけど、お米と卵とはあるけど、作って食べる時間もなさそうだから。1時間あれば筋トレできる。しないよ。パスタ食べたお昼。こんばんは、とも。この時間配信してるとなかなか外食、ブローしないな。こんばんは、とも。1時間でさ、行って帰ってくるってさ、無理じゃない？外食。だからしない。こんばんは、とも。目玉焼きな、あ、目玉焼きは作るかな。ちょっとめんどくさいな。1時間後に友達に出た。久しぶりに友達を。えとのお団子は全部食べたね。ちょっと前に。お店が来い。来ないよ、お店は。こんばんは、たまん。こんばんは。うん、みんなたい焼き、ありがとうございます。ピンクたい焼きありがとう。こんばんは、どうも。やっほー、こんばんは。あつもの方ありがとう。こんばんは。人前さん家に呼べるくらい、え？ってこと、家に呼べるくらいお金？なんだ、お金、あ、あるんだってこと？人前さんってどのぐらいでさ、来てくれるの？いや、わかんないけどさ。いや、無理よ、多分。無理よ。どのぐらいかかるんだろう、呼ぶのって。
潜れすんの？たも焼き投げたい。何たも焼きって？たも焼き？よく自宅に呼んで逃げるんですよ。どんぐらいかかるんだろうな、お金。知らないよね、わかんないよね。どんぐらいかかると思う？たも鍋にたも焼き、なんだそれ。どっとおいたも屋さんにしよう。あ、今から修行を積ませるってこと？たも屋さんなってくれるかな、と。今日のフルコースなんだそれ。うん、シーさんね、インボスさんありがとう。ありがとうございます。有名お寿司店が確か30万弱でおうち来て逃げてくれるの。でもさ、一回のご飯でさ、30万ってさ、ちょっとな、無理ですね。お料理じゃいくらで主張してくれますか？私はいくら出されても主張しません。しません。嫌です。こんばんは、どもん。こんばんは。うん。どもん。こんばんは。なんかしてた。さっきさ、アイス食べた。ヨーロピアンシュガーコーン。最近そればっか食べて。アツオムの方ありがとう。タムチラシ寿司はでかいよ。なんだそれ。アートの賞金で覚えたわ。板前さん、アートの賞金で？やだよ。やだよ。酔わないよ、板前さんは。大丈夫？こんばんは、どうも。こんばんは。アイス。ヨーロピアンシュガーコーン。好きなやつ。あれめっちゃ美味しい。違うの買おうかな。チョコバリ？そうそう、買うの迷ったの。ヨーロピアンシュガーコーンか、チョコバリか。待って、スイッチにしちゃった。コーンの方にした。前もお腹空いたって言ってる？やばい。チョコボール3000円買うの。方がいいのか。そんなこと言ってない。一言も言ってないんです、私。言ってない、言ってない。こんな嘘言うのやめてよ。チョコある？賛成箱あっても、ちょっと邪魔よ。困っちゃう。こんばんは、どうも。こんばんは。どうも。チョコボールしか買ったない。30万円分のチョコボール、そんな大量にいらない。大丈夫。大丈夫です。そんないらないです。こんばんはーん。どうもー。はい、お疲れ。お疲れ。お疲れ様。こんばんはーん。どうも。いいチョコボール。チョコボール。え、あるの？高いやつ？プレミアムみたいな感じのやつ？チョコボール、プレミアムみたいな。え、あるの？そんなやつ。ちょっと高いやつ。名前があるんですか？カツオレ様です。言ってんだ。お疲れ様です。わかりづらいよ。髪伸びててか、髪多分伸びてる。伸びました。チョコボールのアイスは食べたことない。コンビニとかにさ、売ってるな、見たことあるけど。チョコボール1500箱ってトップ1500箱分けてか。いらない、そんな。そんな、いると思う？いらないでしょ。いらない、大丈夫です。よいしょ。いいチョコボールは箱が透けてる。箱が透けてる？うん、木のエンゼル。わかるじゃん。可愛いが更新されて可愛い。ありがとうね。こんばんは、どうも。どうも、どうも。こんばんは。
森永かロッテか判決にしよう。判決させた方がいい。まだナス美好き、俺は好き。私ナスめっちゃ好きだよ。ナス大好き。本当にいらない。1500、3000とか。いらないでしょ。そんな、いると思った？いらないよ。和菓子祭りランキング18位だ。わかってる。嬉しい。ありがとうございます。丸岡ゆきさんファンレベル12。ありがとうございます。ありがとう。ビギナーバッチャ欲しい。ビギナーバッチャもアカウント作り変えるしかないです。こんばんは、どうも。ダーナスさんは人参が苦手。ダーナス、誰だよ、ダーナスって。和菓子は何が好き？和菓子？何が好き？でも、たい焼きも好きだし、このギフトにあるやつだったら。まんじゅう？まんじゅうでもない、ものによるな。寒天、寒天はあんま食べたことないかも。まみつ、あんみつは食べたことなくてわかんない。あんま食べたことないね。多かったな。何が好きかな？何が好きかな？和菓子。山田人参好き。山田人参。人参好きじゃないです。お苦手です。2度目の方ありがとう。こんばんは。乾かい私？嘘。いつも通りじゃない？はい。赤く、赤く食べたことないけど、愛犬の好きだよ。福岡の博多ブラブラっていう。似たやつ。和菓子のさ、ところ開いてたら乾くなるのか。赤いからページが。そういうことか。こんばんは、どうも。人参は山田好き？人参側？人参側、どうかな？人参側も好きじゃないかもね。こんばんは、どうも。こんばんは。こんばんは。なんか扇風機つけてたら寒気もするんだよな。消した方がいいかな。迷うな。消そうやっぱ。和菓子のページでちょっとピンク。ちょっとピンクだから開いたら、赤がピンクになっちゃう。人参が泣いてる？そう。人参も泣くの？性格良さそうな肌の形。肌の形で性格わかるの？すごい。特技じゃん。人参かわいそう。ちょっとあんま好きじゃない。パーカー着る？ってことパーカー？あ、ラジオの？しないよ。夜は画面つけますよ、ちゃんと。よいしょ。おき、まさよしさん。ファンレベル15、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。人参農家さん明日、これなんちゃらな。なんちゃらしそう。わからない。こんばんは、本当に多分らしいときは、この後 YouTube に上がる動画をぜひ見ていただきたい。今日中に載せます、ちゃんとアーカイブ。待ってて。一気？あ、なんか昔、授業出てきたな。あれか、歴史の授業で。それ一気。うさりちゃん。やばいな。ふっ。うん。キラチョウロウナイチョウキョカトムズ？キョカトムズじゃない。人参がちょっとあんま好きじゃない。っていう。会計を。やっぱ暑い気がする。どう、つけるか、扇風機。つけるか。農家さんが反乱を起こすやつ。それか、歴史の授業。ピンさんファンレベル中にありがとう。ありがとうございます。扇風機ジャックなんだよね。どうしたらいいと思う？つけとくか。若干風が来るように向き変えとけばいい。よいしょ。携帯置いてきちゃった。ちょっと持ってきていい？置いとこう。時間かかる。
長袖着たらいい？ないからいいや、近くに。長袖もしまっちゃって。二度目の方ありがとう。こんばんは。ダイソンつけたらダイソン。どういうこと？ダイソン。こんばんは、どうも。ティンさんファンレベル12ありがとう。なんでなかったのこれ。ありがとうございます。違う方向に。ちょっと向き変えたさっきと。こんばんは。同じ高校の人に山田さんに似てる人います。いつも配信見てますって話しかけたら無視されました。無視されちゃったの？何それ。昨日着てた長、もうあの洗濯機入ってるよ。洗わなきゃ。やばいやつ。てか半袖可愛い。キュートだ。半袖が可愛い。なんだそれ。こんばんは、とも。よいしょ。こんばんは。二度目の方ありがとう。こんばんは。よいしょ。なんか紹介してください。伝えなきゃいけないことがある。なになに。なにを伝える。よいしょ。おまわたまん。うん。よいしょ。おまわたまん。たまは中学生なので違う人？え、中学生？違います。違うよ。21です、私。ね、でも扇風機寒い気がするな。どうしよう。でもさ、消したら消したで暑いんだよね。難しい。うーん。24歳には見えない。24じゃないの。21なんですよ。よいしょ。いつも配信見てますって言ったの。めっちゃ迷惑だよ、その子。やめてよ。ダメですよ。私もさ、サウナスーツ着て、サウナスーツ着て配信したことないです。誰です？ちょっとかな？まあ、いろいろ難しい。いろいろ？よかった。かまわーたま。よいしょよいしょ、どうもー、こんばんはー。山田さん、今日炭酸ジュース、今日炭酸ジュース、え、今日は飲んだよ。今日あれ飲んだよ、ファミマのさ、パインフラッペみたいなポケモンのやつ。誰飲んだ？あれくらいかな？ジュースの、ジュースっていうか、水以外なんだろう。こんばんは、とも。パインフラッペ、めっちゃ美味しい。あ、めっちゃ美味しい。なんか、パインゼリーが入ってて美味しかった。おすすめ。あとそのあとね、パイナップルのグミ買ってきた。もう全部食べちゃったけど、めっちゃパイン尽くし。なんだ、配信中に炭酸ジュース、うん、買ってくる時があれば。これも飲んだよ、全部飲みました。この前飲んでたやつね。皆さんお酒しか飲めません。嘘を言うな。嘘です、それは。よいしょ。ねえ、配信さ、この時間の配信さ、9時までにしてもいい？ちょっとお腹痛くなってきちゃった、なんか。
治りそうだからちょっとお早めに終わってもいい？次の配信までちょっと休もうかな。急に腹痛きちゃった。なんか痛み止め飲んでくわ。ちょっとテロップ書いていい？ごめん、帰ってもいい？痛み止めあったかな？なかったら買ってくるか。ちょっと急にお腹痛いから21時までにしてもいい？申し訳ない。よいしょ。いい？ごめん、お腹痛い。ふダメ、そんな。いい？9時まではやろうかな、切りよく。調子がいいときにやってください。すぐ終わってもいいの？そん、お腹痛くなった今日に。薬、あったかな？うちに薬置いてるけど、いろいろ。なかったかも。ちょっと見てくるわ。よいしょ。おやつのとこじゃないか。優しいね、みんな。二度目の方、ありがとう。結局キューバーするほどじゃない。お、また後で。次、10時半からする予定だから、それまでに、頑張って直してくるわ。薬飲んでくる。なかったら買っていこうか。打ち上げさんファンレベル14、ありがとう。ありがとうございます。よいしょ。もう痛くなっちゃった。見たらダメ？優しいね。できなそうなら連絡ください。もちろん、しますよ。おすすめはストッパー？何ストッパーって。50分になったじゃん、ランキング読んでもいい？あと2分。あと少しだけど。こんばんは、あんたもん。ちょっと薬なかったら買ってくるわ。うん、オッケー、ありがとう。え、どうえ？じゃあお腹が痛いできないよ。ランキングはいいから、ランキング読みますよ。読みますよ。まあまあまあ、どうも。よいしょ。筋トレするからわしの心配やらない？大丈夫？筋トレしてくる？うん。花火レベル18達成、ありがとうございます。ありがとう、みんなありがとうね。何を代わりに読んでくれる？出てもだよ。こんばんは。腹痛といったらラッパのマーク、ラッパのマークってなんだっけ。あ、ザボの方ありがとう。こんばんは、どうも。代わりに読んでくれ。あ、でも省略でいいの？ちょっと申し訳ないよ。13位から。早めに読もう。いや、13位から読みますね。50分だったから。13位、ハンドハンマーさん。ありがとうございます。12位、中身さん。ありがとうございます。11位、プチューニさん。ありがとうございます。10位、キャンシーさん。ありがとうございます。9位、ズーシミケンスーケさん。ありがとうございます。8位、ポップ許可タム大好きだよさん、ありがとうございます。7位、あつおさん、ありがとうございます。6位、やすさん、ありがとうございます。5位、しんさん、ありがとうございます。4位、けしさん、ありがとうございます。3位、94サルさん、ありがとうございます。2位、ティンさん、ありがとうございます。そして1位が、グロマンさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。ごめんね、終わっちゃって、すぐ。1時間もしてないよ。申し訳ない。ちょっと、次の枠までに、乗してくるわ。薬飲んでくる。お腹痛いわ、ちょっと。急な。配信の前大丈夫だったのよな。よいしょ。ちょっと、薬飲んでくる。なかったら買ってくる。
次の枠は一応22時半からする予定なんだけど、まだ言いたかったら考えるわ。じゃあまたファンルームでお知らせするね、その時は。黙ろうかな。じゃあまた、あとでになるかな？多分すると思うけど。とりあえず薬飲んできます。ごめんね、終わっちゃって。じゃあ、ありがとうございました。ごめんね。またね。バイバーイ。またね。ありがとうございました。またね。